はい、本日はですね、視聴者の方に聞いたコスパ良きダウンジャケットはどれだということで、今回1万名の方にね、アンケート参加していただいてありがとうございました。っていうのもね、なんでこのアンケート作ろうと思ったかっていうと、コスパの良いダウンジャケットって何ですかってよく聞かれるんですよ。で、コスパの良いダウンジャケットって、まあ僕の中では正解というか答えはあるんですけども、それ皆さんはね、どういう風に考えてはるんかなって、コスパが良いというイコール安いって思うのか、むしろコスパが良いっていうのは高いけども長く使えるっていう意味なんか、ちょっと僕もよくわからなかったんで、まあ一回皆さんのアンケートをね、見させてもらってから、まあ僕のね、コスパ良かったダウンジャケットっていうのは出そうとは思ってるんですけども、まあおそらくですよ、値段がまあまあ安いのに質がしっかりしてるっていうことやとはおそらく思うんですよ。でね、アンケートポンって取ったらね、やっぱりユニクロが一番上位だったんですよ。一番ユニクロがいいでいうことで、ここにもね、実はユニクロがあります。ズドンということで、ユニクロのね、シームレスダウンというこちらダウンジャケットがあるんですね。こうやってね、去ってきてね、え、これがユニクロですかと、高く結構見えますねなんて言ってね、それなら僕買っちゃおうかなって思うじゃないですか。で、ちゃんと内側とかもね、こうやってフリースがね、使われてたりするから、固定をね、ポケットの中に入れたりしたらあったかいんですよ。あ、気持ちいいななんて言って、なんとこれが1万5000を切ってきます。そんなもん他のブランドでここにロゴ入れてください。もうこれは1万5000で買えません。もう何やったら倍以上します。3万以上は絶対するでっていうぐらいのクオリティなんですけども、ユニクロさん、これ案件お待ちしております。タクゾーこんだけダウンのこと分かってた上で言うんやったら、案件依頼してみようかとかね、レビューちょっと依頼してみようかとかね、なんかユニクロ関係者の方ね、全然連絡してください。いつでもお待ちしておりますので、ということで、まあそうやってユニクロが人気だったんですよ。まあ、とは言いながらね、僕ボロクソ言ったりしますので、まあ多分おそらく来ないと思うんですけども、まあとにかくユニクロは人気やったと。まあ、こういうのユニクロのシームレスダウンであったりとか、まあこのプラス J のねコラボとか、まあ他にもいっぱいあるとは思うんですけども、まあそんなんがおそらく人気やったと。で、まあそれは分かったよと。でもユニクロって被っちゃわないと。ちょっと休みの日に休日に子供にね、ちょっと公園行こうって言われて公園行ったらね、近所のパパも同じの着てますやんとかね、イオンモール行ったりしたらね、あそこのおっさんも同じやつ着てるやんって、まあ被るじゃないですか。でもまあそれってユニクロはしゃあないところであると思うんですけど、いやいや、ちゃんとね、アウトドアブランドを持ちたいんやとかね、いやいや俺もアウトドアブランド持ってないけど今迷ってんねんなとかっていう方はね、今回この1万人の方がね、これコスパいいですよなんていう話をしていただいてるので、そのアウトドアブランドに限って何が人気やったかっていうのをね、今日はお話ししていこうと思います。だからまあユニクロとかワークマンとかはちょっと一回置いといて、その 26% のアウトドアブランドで何が人気やったのかっていうのをね、トップ5でご紹介していこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、ただ単純に第5位から54321という感じで順番に紹介していくんですけども、今回はね、実はブランド名とか結構多かったんですよ。だからアイテムが単体でこれっていうよりか、まあ、ブランドとかも多かったんで、まあ、ブランドも紹介するし、アイテム単体でもこれめっちゃ人気でしたよっていうのもあったりするんで、もう混雑します。だからブランドが5位に入ってたり、4位にはアイテム名が入ってたり、3位にはブランドが入ってたりっていうことなんですけども、アイテム名が入るってことはそんだけクオリティが高いということなんでね、まあ、これこそコスパいいんちゃうかなと思ったりするんですけども、そんな感じでね、見ていただければと思います。ではまず第5位からいきたいなと思いますので、コスパ良きダウンジャケット第5位というのがですね、こちらこんだけずらあといっぱい、この上にも下にもあるんですよ。で、こっちのね、上にも下にもあるんですよ。ないんですよね。ファーストダウンということで、ちょっと盲点でございました。僕もね、今までね、紹介しようと思っててね、だいたい3万円ぐらいの価格でダウンジャケットあるんですよね。なんかヌプシに似てないとか、あ、なんかバルトロに似てないなんて言ったりしたらね、実はここのマークが若干違うんですよなんて言ってるのが、ファーストダウンってのがあるんじゃないですか。で、まあそれって昔からあるからね、別に最近に出たブランドでもないし、いやいや、パクったろかななんていうブランドではないとは思うんですけども、ちょっとね、今年はもう時期ずれちゃったから、来年ね、ちょっとコメントしてください。タグゾーお前ファーストダウンレビューせえよって言ってもらったらね、買うの忘れやんようにしますんで、ついつい去年もね、買おうと思ってたけど、なんかもういろいろしてたらね、なんかポエーンと忘れてもらってるからね、ファーストダウンがね、コスパ良かったということで、僕も実際見てないんで、まあ、来たりとか、その細部の部分見ていくとね、ちょっとこれ割高ちゃうかなとかね、ちょっとただ値段が安いだけやけど、品質めちゃくちゃ悪いよとかっていう可能性もあったりするんで、まあその辺はね、改めて見させていただきたいなと思いますので、第5位ということになってました。ちなみに値段が高ければ全部いいっていう問題でもないんですよね。まあこれぐらいね、僕もダウンおじさんとしてね、ダウンばっかり買ってるんですけども、やっぱり見てるとね、この価格が適正じゃないっていうのもあったりするんですよ。で、逆にこの価格ってなんで出せたんみたいなのもあったりするんですよね。先のユニクロなんかまさにいい例で、1万5000円で出してええのって思うし、逆にどっかのブランドは、こんな値段で出してええのっていうぐらい高かったりするんですよ。いや、これ3分の2ぐらいで出せるよと、30% オフぐらいで出せるよというのもあったりするんで、まあまあその辺はね、まあまあ他のブランドさんいろいろ考え方がありますので、まあまあ言わんとこうということで第5位になってました。次では第4位ね、人気があったのっていうのはこちらになっております。ズドン。なんかですね、これ日本のね、羽毛布団の会社なんですね。だから布団とか元々の会社になってるんで、まあファッションの会社ではなかったんですけども、最近ってもうもはやファッションブランドやと思ってある方も多いじゃないですか。なんかどっかのセレクトショップとコラボしてま
ますよとか別注してますよなんて言ってね、てっきりメンズファッションブランドやったって思ってはる方もいらっしゃるぐらい、今となってはねもうダウンの認知がめちゃくちゃあると思うんですけど、今回ねコスパが良いということで選ばれておりました。まあおそらく理由としてはね、やっぱり羽毛布団っていうこともあって、羽毛布団でねこうやってかけたりとかする布団あるじゃないですか。でそれと同じ綿をねこうやって使ってるんで、まあ綿の品質がいいっていう意味でねおっしゃってるんかなっていうふうに思うんですけども、僕個人的にも確かに綿の品質はね、あの他のメーカーとかと比べた時に、まあ、トップクラスぐらいにはね入ってくるんちゃうかなと思います。っていうのもね、まあお前綿開けてないやないかと、これ生地破って中見たやつ偉そうに言うてるのにそんなのやってないやないかって感じだと思うんですけども、やっぱこう着てるとね全然違うんですよ。普通に着た瞬間にあったかくなるやつもあれば、運動しやんとあったかくなるやつもあったりとか、それ以外にあったらチャリンコ乗って暑すぎたりとかって、まあいろいろそういうの感じるんですけど、その中でもね綿は間違いないんやなと。でまあいろんなねショップの店員さんとかとも喋ったりしても、いや綿はいいっすよねっていう話はよくするんですよ。でそれ以上の話は僕もしませんけども、まあ、綿は間違いないかなとは思ってます。だから今回コスパがいいっていうところにはランクインはしてくると思うんですけども、じゃあかっこいいとかね、機能的な部分とかね、まあそういうところになってくるとまあ話は変わってくるんですけども、まあ、ダウンジャケットもしくは中綿ジャケットの、まあ、コスパだけで言うと、あいいんじゃないかなと思います。ナンガに関してはね、これまあ一番なんていうの、この3つある中では安いモデルなんですよ。オーローラダウンジャケットっていう4万4000円のダウンジャケットなんですけど、まあ、他実は別注とかしてる方が安かったりもあるんですよね。で、まあ、別注って皆さんからしてね、何の話ですかと、なんかよく分からないけど別注って言ってるから、みんな程度に言ってるから、俺もじゃあ言うわ別注って言うじゃないですか。その別注って何なんですかってなってくると思うんですけど、まあ要はね、他のブランドさんとね一緒に作りましたよっていうことなんですけど、まあ一緒に作る中でも今はここの会社にあるものを使うっていうことなんですよ。だからまあ利用してやるってことなんで、まあ、コストを抑えながらコラボレーションできるよねっていうのが別注なんですよね。で一から作るっていうのはもう完全にセレクトショップとかブランドのものになってるので別注とは言わないんですよ。もう完全にここのもんですよねってことだけど、まあ、別注って何ですかって言ったら、まあ、ナンガの元々持ってる、まあ、工場にある、素材とかあと綿とか生地とかを使って、ちょっとカラーを変えてみましたねとか、ちょっとまあジップの場所変えましたよなんていうのも、まあ、別注と言いますので、まあ、ナンガはね結構そういうのがね多いんかなと思います。だから別注って聞くと、あそういうことかと、ナンガの倉庫に眠ってるやつの中でちょっとまあ綿一緒に使いましょうとかね、あ生地をじゃあこれ色違いで同じやつ使いましょうとか、やっぱ一からね生地開発すると高いから、まあどうせやったらね同じような感じだけど限定のカラーということで限定カラーを作っちゃいましょうというのが、まあ、別注ということになってくるんですけども、まあ、そういうのがね多い会社さんなんかなと思います。まあもちろんね中にはねもう全部仕様も変えてるけど、あえてナンガっていう名前入れたいから別注っていう風にしてはる方もいらっしゃる、まあブランドもあるんですけど、まあほぼほぼまあ別注というとそんな感じで、まあお互いでこういいとこをね利用しようねっていうのがね、まあ別注ということになると、へえ別注ってそういうことなんやと、ようわからなくて別注別注って言ってたけども、そういう意味なんやなっていうふうに思っていただければいいと思うんですけども、第4位がそちら。じゃあ次第3位に行きたいなと思うんですけど、第3位がこちらズドン、ヌプシなんですよね。もうこれに関してはもうノースフェイスとかっていうのは今回出てこなかったんですよ。やっぱりそのコスパっていう部分で考えると、別にノースフェイスでコスパがいいわけではないと思うんで、ノースフェイスっていうのが結構少なかったのは少なかったんですけども、もう単体でねヌプシっていうワードが多かったぐらいコスパがいいかなと思います。でまあこれはね僕自身もよく動画で言ってるから、僕が動画作ってもこれは入ってくると思うので、ほんまになんか納得できるランクインやなとは思うんですけども、こちら第3位ということになっていました。もうねめちゃくちゃね汚れててね、こっからもう綿とかも出てきてるんですよ、腕のとこからね、ほら出てきてるでしょ。やけどねまあこれはね確かにいいかなと思います。っていうのもノースフェイスの中で結構このダウンを使ってるのって少ないんですよ。なんか高電子とかいうね新しいねなんか技術を開発して、このバルトロとかもそうなんですけどもね、ダウンっていうよりかはなんかその人工の繊維を綿に見せかけてる部分も若干あったりするんで、まあ、それがねハイテクっていう人もいてれば、まあ、やっぱり保温力でいうとやっぱダウンとフェザーのみを使う方がね僕個人としてはねいいかなと思ってるから、まあ、こういうヌプシも押すし、さっきのナンガもね純粋にダウンを使ってはる会社なんで、まあ、そういうのはねいいんちゃうかなと思ってます。だからノースフェイスで他でダウンだけっていうのも多分あるとは思うんですけど、僕持ってるやつではないので、まあ、確かにこれはねコスパはいいんかなと思います。そして次がですね第2位というのが何やったっけな、あそうそうそう、あれあれ、これも、ブランド名ではございません。アイテム名でバンと出てきたんですけども、どこに行った、たまにこういうのはね迷ったりもするんですよね。どっかにやったかななんて思ったりするんですけども、あありましたありました、こちらですね、アトム AR フーディーということで、こちらアークテリクスの、ね、ジャケットになってるんですけども、これに関しては
はダウンジャケットではないんですよ。ダウンジャケットじゃないのになんでこんなん入ってんのっていうことになってくると思うんですけど、これはね中綿ジャケットなんですよ。中綿ジャケット、ダウンジャケット、何のことかさっぱりわからへんっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ簡単でね、中にこれ綿入ってますよね。ちょっと薄い綿が入ってるんですよ。なそれってダウンって言わへんのっていうことなんですけど、はっきり言って外から見たらわかりませんよ。このね中のね綿がね、天然のガーガー言ってる水鳥ちゃん言ってますよね。水鳥ちゃんのここの毛を使ったのはダウンって言うんですよ。もう天然のものやからね。水鳥ちゃんのこの毛やから、ありがとうございますって言ってね、そのダウンを使わせていただきますっていうのが、それが天然のダウンジャケット。でも人工でも作ってるダウンジャケットがあるんですよ。でそれはダウンとは言いません。なんでかって勝手に人が作ってるからね。あのペットボトルとか再利用したりして作れるんですよね。それを中綿って呼んだりとか、あとはまあ河川って呼んだりとか、あとはまあそのプリマロフトとかいろんな名前があるんですけども、まあ、そういうの総称してね、あのダウンとは呼びませんと。ただこっちのねガーガーの水鳥ちゃんに関してはもうダウンと呼びますと。これはもうれっきとしたダウン、天然のものやから。ただ人工で作ったこっちの方はいやダウンじゃないよねなんて言って、まあ要は両方とも綿は入ってるんですけども、天然なのかもしくは人工なのか、それだけの違いなんですけど、これに関しては、天然のものではありません。だから人工のものなので、逆に言うと人工のものって、ね、水とかに強いんですよ。雨とか触れたりとかしてもこうびちょびちょになったとしても、あんまりこう綿がねペタンコなりづらいっていう良いところがあったりとかするし、逆に安く作れるっていうのも良かったりするし、ダウンの方はねどうしても高い、値段が高くなったりとか、あと雨降ったらねちょっともうペタンコなって終わるっていうのもあったりするんだけども、その分保温力がもうベラボーに高いっていうのがねダウンの良さやったりするんで、まあ、このジャケットはダウンではないんですけども、ランクインしておりました。っていうのもおそらくですよ、日常の使い勝手がめちゃくちゃいいんですよ。でさっきのねこちらのヌプゾーちゃんもいいですよ。ヌプゾーちゃんもええんやけども、やっぱりダウンでしょ。だから洗えないんですよね。で洗われへんし、なんやったらさっきも言ったみたいにこう綿も飛び出てくると、まあ、もういずれはもうこうなっちゃう運命はもう辿るんですよ絶対綿の方は。でもその代わりあったかい、あったかいのはこっちです。だけどアトムちゃんに関してはね洗えるんですよね。だからさっきも言ったように人工の綿って水に濡れてもいいからね、洗濯機のとこにこうやってねバチコーンって掘り込むじゃないですか。これも乾燥機とか僕はもうかけちゃうぐらい、もうバンバンあの取り扱い自宅でやってるんですけど、まあ、そういうところのね便利さが良かったんかなと思います。ちなみに値段としてはね、まあ、用途は全然違いますよ。外用やし、まあ、これはどっちかったら、まあ、ミドルというかね、インナーにもなるしアウターにもなるみたいな感じだから用途はもう全く違うんやけども、値段的に考えるとほぼ同じ、ちょっとこっちの方が高いか、あとものがちょっと高いんですよね。まあ、3万円いかんぐらい、3万8000円ぐらいで、ヌプシが3万5000円ぐらいやったと思うんで、まあ、そういうところでね、どういうところか分からないけど、まあ、人気があったということになっていますね。では次はね第1位に行きたいなと思います。第1位ブランド名でした。ズドン、こちらモンベルということになっておりまして、まあ、モンベルはねああだこうだ言われたり、性能としてはモンベルが1位だっていう人もいてはったりはするんですけども、性能に関してはね基本的にアウトドアブランドそんな変わりません。あんまり、まあ、ノースフェイスであろうがパタゴニアであろうがモンベルであろうがあんま変わらへんねんけども、まあ、値段の安さですよね、まあ、それがねあのモンベルはほんまズバ抜けて安い。他の会社ノースフェイスとパタゴニアに比べると多分 30% ぐらいともすれば 40% ぐらい安いと思うんですよ。全く同じ商品作らせても、まあ、それがねあのモンベルがコスパ1位に来た理由だと思います。まあ、アイテム名はねこちらが何やったっけな、忘れた、こっち先に言いましょう。スペリオダウンっていうね、こちら、インナーダウンみたいな感じのダウンジャケットがあったり、次これはイグニスダウンですね、思い出しました、イグニスダウンというダウンがあったり、それ以外にもね視聴者の方からね、まあ僕まだ持ってないんですけどパーマロフトなんとかみたいなのちょっとレビューしてって言われとって、それ買おうと思ったんですけど今売り切れてるんです、人気でないから。まあまた手に入ればね紹介したいなと思うんですけども、その辺がねだいたい5万もあればお釣りきます。どんなダウンジャケットかでも5万あればお釣りくで、ともすれば3万ぐらいで買えたりとかするんで、まあ、コスパ的に考えるとねモンベルはね、まあ、ダウンだけじゃなくてマウンテンパーカーもそうやし、何やってもコスパがいいとは思うんですけども、これでね第1位ということで選ばれておりました。はい、ということでね、まあ、要所要所小難しい話を話さましていただいたんですけども、まあ、それをね知ってればね、あこれ洗えるからじゃあちょっと居酒屋来ていこうとかね、あちょっと外で子供のサッカーの時に来ていこうなんてできるし、あこれは洗われへんから大人同士で会う時のねちゃんとカフェとかそういう時に置いとこうとかっていうのを考えてねできるので、なんか高いから全部着ていかれへんとかじゃなくて、高くても洗えるんやったらもう着ていったらいいじゃないかと。で逆に安くてもね洗われへんやったらねちょっとこれどうしようかなと、まあ、その辺の用途をねこう見ながらねこう着ていくとか使っていくっていうのもね、まあ、面白いかなと思いましたんで、今回ちょっと余計なお話も入れさせていただいたんですけども、まあ、ランキングを振り返るとですね、まあ、第5位がファーストダウン、まあ、これちょっと持ってないんでね、またコメントいっぱいください。お前買うの忘れてるよとかね、2022年にね言ってください。秋冬にねファーストダウン買ってよとかって言ってください。で第4位がナンガね。でナンガに関しては僕もあと焚き火っていうダウンジャケット持ったら全部一応コンプリートになってるので、まあ、それをねもしかしたら来年買うかもしれませんということで、3位がヌプシっていうジャケットね、もうちょっと毛が出てきてるやつね。で次に第2位がアトム、これ今着てるやつね。
で第1位がモンベルというようなランキングになっておりましたので、まあ実はね、僕が思ってる中では今回紹介しないやつもあるんですよ。僕が思うコスパいいダウンジャケットってまだ他にもあったりするんですけども、まあもしかしたら作るかもしれないし、もしかしたら作らんかもしれないんですけども、まあまたね、楽しみにしておいていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、コスパいいダウンジャケット視聴者の方に聞いてみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。